川田隆平さんはい、立憲民主党の川田隆平です私からも質問させていただきますまず冒頭今般の消費者庁から提出された法律案の形式面からのこの質問に入らせていただきます今般の法律案は消費者契約法と消費者裁判手続き特例法のそれぞれの改正案を1本に束ねたものです 消費者契約法の改正は平成30年改正時の付帯決議等に対応するため、消費者裁判手続き取特例法の改正は、同法施行後の運用状況を踏まえ、明らかになった課題に対応するため、それぞれ検討が行われているものと承知しています。なぜこのような検討経緯や改正目的の異なる両法律の改正案を、なぜ1本の法律案として提出したのでしょうか、その理由を若宮大臣に伺います。 若宮内閣府特命担当大臣この消費者契約法と消費者裁判手続き特例法、これはともに消費者取引の安心・安全の確保、これがの国民生活の安定向上等の前提条件であるという見地に立って、制定をされました法律であり、まず両方のこの趣旨、目的が同一であろうかというふうに考えているところでございます。またあのそれぞれぞのの法律の改正内容を 他方に反映する必要があるため今回のこの改正内容は相互に関連をしているものというふうにも思っておりますあのこのようにこの両方の趣旨目的が同一でありまた改正内容が相互に関係しているということからこの消費者契約法と消費者裁判手続き特例法を束ねて一つの法,案あの法案として提出をさせていただいたこういったことでございます川田隆平さん この消費者契約法と消費者相談手続き特例法は、確かに消費者の利益を擁護を図るものという共通点こそありますが、 改正案の提出に至る背景や改正目的は全く異なるもので、一、まあ、本の法律案としたことに合理的な根拠が乏しいと考えますで。提出のタイミングがちょうど同じ国会になったので、国会審議を効率的に進めるために、一本の法律案にしたかのようにも思えてしまいます。それぞれの法律案をしっかり審議してもらいたいという思いがあれば、それぞれ別個の改正案として提出したのではないでしょうか。このように束ね法案を提出したことからして、提出者である消費者庁の国会に対する姿勢が疑われます。 今後は今回の法律案前例にせず、法案指定出の在り方を再考していただきたいと思いますが、大臣の見解を伺います。若宮大臣。あのこの消費者契約法とこれが消費者裁判手続き特例法あの先ほどもご答弁申し上げました。けれども、これ趣旨の目的、これは同一でございます。あの改正内容が、そしてまたあの相互にえ比関連しているといった。こういった法制的な理由があるために今回は両方を。 ままとととめててて一つの法案とさせいいいいただいているところでもございますこの現時点でこの今後の法案のあり方、これについて申し上げることは差し控えたいと思っておりますけれども、一般論といたしまして、この法案のあり方につきましては、その都度、法制的な理由があるかなどにつきまして、政府部内でしっかり検討しました上でえで、決定されるものというふうに認識いたしているところでございます川田隆平さん。まあ、かつてのまあ国会でであればですねあの 地方創生消費者特別委員会とまあ合同のまあ委員会になったことによって、消費者問題についての議論が十分されなかったという中で、この短い会期の中で通さなきゃいけないということもあって、この合わせ合わせにしたのではないかと思っていますが、ぜひあの本当にしっかり議論していくということであれば、やっぱりこ束ねることなく、やっぱり一つ一つの法案、しっかり議論したいと思います。次にに消費者庁の姿勢についいてて続けて伺いますが 本法律案の内容に関しても、今回の消費者契約法の改正案は、昨年9月にまとめ取りまとめられた消費者契約に関する検討会の報告書で提案された内容の多くが、実現しないものとなっています、先ほどあの高橋委員からもご指摘がありましたで、本当にこの衆議院の特別委員会に参考人として出席された野々山弁護士からは、ここまで検討会報告書の内容が抜け落ちているということは経験がないと。 多くの有識者による多大な労力と時間が費やされている検討会報告書がないがしろにされることは、検討会の存在意義が問われると、今後の法改正についても加工を残すことになるといった厳しい意見がありました。消費者庁として、この報告書の内容が実現できなかった理由は繰り返し述べられておりますが、このように評価されるような法律案を提出したこと自体、消費者庁の姿勢が厳しく問われてしかるべきと考えます。 これは昨年の通常国会で成立した特徴法等改正案において、契約書面等の電子化の規定が突如盛り込まれたこととも重なる部分があります。その時は検討会で全く議論にもなっておらず、当然報告書でも触れられていなかった契約書面等の電子化の規定が突如盛り込まれました。 今回とはいわば逆方向の動きでしたが、多くの消費者団体や弁護士会などから反対の声が上がったにもかかわらず、強行するという、いずれも消費者視点に立って、消費者保護を第一に優先すべき、消費者庁の使命から外れた対応だと言わざるを得ません。 参考人からも厳しい意見を受けるような、先ほど高橋委員からも話話ありましたように、消費者団体からも、それから日本弁護士連合会からもです、ね、意見書が出てますけれども、こうした法律案を提出に立った消費者庁の姿勢について、若宮大臣の見解を伺います。若宮大臣 あの今、委員からお話ございましたこの検討会ではです、ね、この理論的にも、それからまた実務的にも難しい論点、これ、非常に多く取り上げられたところでございます。取消し検討につきましては、かなりのこの意見の隔たりもございまして、この規定案そのものではなく、やはり今回、この考え方、方向性を示すという形で、検討会の報告書が取りまとめられているところでもございます。 この消費者庁といたしましては、この検討会の報告書に寄せられましたご意見を含めまして、関係各方面からのさまざまなご意見も伺いながら、政府部内におきまして、 必要な検討をを重ね今回の法律案を提出をさせていただいたところでございます、まあ、従いまして、あの今回の法律案、この検討会報告書を踏まえて、現時点でこの法制化できるものを盛り込んだと考えておりまして、この同報告書の内容を法制化しなかったという、あの今の委員のご指摘というのは、当たらないんではないかなというふうに思っております川田隆平さん。 その今の意見もちょっとおかしいと思っているんですが、これまで述べた他にもです、ね、近年、消費者庁の姿勢が疑問視される事案が多数見受けられます、で本年3月には、食品添加物の不使用表示に関するガイドライン、これも委員会でも取り上げさせていただきましたが、消費者にとって不利益になりかねないにもかかわらず、作成された例も同様です。 その背景にあるのではないかと気になっているのが、消費者庁への民間企業からの職員の受け入れ数、これが設置当初から比べて大幅に増加している点です。具体的な数値を申し上げますと、平成21年の9月の発足から11ヶ月の平成22年8月時点では、7名であったところが、平成3年10月時点まで,では35名まで増えています。 まず消費者庁が受け入れている民間企業からの職員の方々が、どのように、具体的にどのような業務に従事されているんでしょうか、その中には今般の消費者契約法の改正案や、昨年の特徴法等改正案の立案に関与された方もいるのでしょうか、また民間企業からの職員受け入れ数の増加により、消費者庁の姿勢に対して、どのような影響を及ぼしていると考えておられるか、若宮大臣の見解を伺います。若宮大臣。 えー、消費者庁が民間から受け入れております職員のうち、えー、民間企業等との雇用関係が現に生じていない弁護士等については、その専門的な知識、経験を生かしまして、法改正等を担当している職員もあのおります、えー。一方、この民間企業等々との雇用関係が継続をしている職員につきましては、この消費者教育、あるいは啓発事業、 あるいはまた調査分析の業務に従事をしてございまして、法改正、あるいはこういった企画立案にかかるこの意思決定に参画をしている者はいない状況でございますので、今、委員がご指摘になったご懸念というのは当たらないんではないかなというふうに思っております川田隆平さん。まあデジタル庁など半分が、ほとんどあの民間からということ、半分じゃない、3分の1か、ちょっとデジタル庁もかなりの数が民間からで、民間からの人のほとんどが、 非正規というかですね、あのほとんどあの非正規であの雇われていて98、98%が確か非正規だったと思います。本当にそういったその今役所の形が変わってきていることもですね、こういった今の消費者庁の本来のあり方からちょっと変わってきているのではないかというところを感じるところでもあります。でこれまで消費者庁の姿勢について伺いましたが、消費者庁には消費者視点、消費者保護 を第一にに優先する原点に立ち返っていいただければと思いますすここから改正案の内容面についいて伺いますでまず、消費者契約法の改正案については、平成28年、平成30年の消費者契約法の改正を経ても、依然として深刻な高齢者の消費者被害の発生状況や、4月からの成年年齢引き下げに伴う若年,若年成人の消費者被害増加の懸念などに対処するため、抜本的な法整備を求められる中で提出をされました。 で本法律案はこうした課題に対し、十分に答えられているものと言えるのでしょうか、消費者庁は今般の法案提出にあたり、消費者の被害の状況、消費者保護にかかる諸政策の実施状況や、平成28年改正、平成30年改正の効果などをどのように評価し、その結果を本法律案に反映したのか、大臣に伺います若宮大臣。 法改正をするかどうか、またどのような内容の法改正をするのかという検討に際しましては、この直近の改正規定を含みます、この既存の規定、あるいはこの消費者被害の現実の状況、またあの国会の付帯決議等のさまざまな事情を踏まえることが必要であろうというふうに思っております。 例えばこの取消権につきましてですが、平成30年の改正によりまして、契約締結前に債務の内容を実施した場合など、この困惑類型の方のこの取消権が追加されたものの、こはやはり債務の内容の実施とは言えない形で、同程度の不当性を有する勧誘行為によって、消費者が契約を取り消すことができない被害が発生をしている現状がございます。 まあこうした状況を踏まえまして、この検討会におきましても、この困惑類型の脱法防止規定を設けるといった方向性が示されましえ今回の法律案におきましても、この契約締結前に、目的物の現状を変更した場合等の取消権も追加をしているところでもございます。あのこのように今回の法律案につきましても、この既存の規定や、あるいはこの消費者被害の現状、実際の状況、これはあの踏まえているものと考えているところでございます。 川田隆平さん今答弁にありましたこの消費者契約法改正案における取消し権の追加についてま伺いますで、消費者契約に関する検討会の報告書では取消し権に関してまあ、その1、まあ、困惑類型の脱法防止規定2消費者の心理状態に着目した規定3消費者の判断力に着目した規定についてまあ、それぞれ具体的な要件も含め 考えられる対応として示されましたが、本法律案には盛り込まれませんでした。その理由として、若宮大臣は、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性の3要素を満たす必要があること、また、検討会報告書がある程度幅がまある形でまとめられたことを、先ほども言われていましたけれども、挙げられておりますで。しかし、この検討会報告書では、検討過程で意見の対立があった部分は、将来課題とされたり、補足的に、 意見があったと記載されたりしていますが、意見がまとまった部分は考えられる対、考えられる対応の中ではっきりと、こうすべきと考えられると示されているので、幅のある形でまとめられたという先ほどの答弁も、100歩譲って、報告書全体の評価ということであれば妥当だとしても、これ個別の考えられると示された部分にまで当てはめることは、これはミスリードではないでしょうか。 取消し権についても、まあ、考えられるとして示された内容については、3要素を満たした上で法制化することが消費者庁に求められた役割、責任ではないでしょうか、大臣の見解を伺います。若宮大臣あの検討会ではです、ね、この理論的にも、やはり実務的にも、非常に難しい論点が多く取り上げられた、先ほどもご答弁申し上げたところでもございますが、えー、その結果、この取消権 取消し権につきましては、やはり今、委員もお話になりましたけれども、意見の隔たりもございました。まあ、そのため、ある程度、この幅のある形で、この規定案の方向性として、取りまとめられたものというふうに認識をいたしているところでもございます。この消費者庁といたしましては、この規定案の方向性を踏まえまして、取消し権の3要素、今、委員からもお話をいただきましたけれども、この3要素を勘案した上で、 現時点で、この法制化できるものを今回の法律案に盛り込み、この政府の責任において、法案を国会に提出をさせていただいたと、こういったところでございます川田隆平さん次にこの困惑類型の脱法防止規定について、詳しく伺います。若宮大臣は、困惑類型の脱法防止規定を盛り込まなかった理由を問われ、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性という要素がすべて満たされる。 ことにより、従前に機能することになることから、検討の結果、事業者の勧誘行為の要件を明確にした取消権の規定を追加拡大することとしたと答弁しています。しかし、そもそも、この検討会報告書では、第4条第3項各号は、事業者の行為対応を個別、具体的かつ詳細に定めており、文言の拡張解釈等の柔軟な解釈により、救済を図ることにも限界がある。その結果、実質的には、 この法第4条第3号覚悟と同程度の不当性を有する消費者を困惑させる行為であっても、形式的には覚悟の要件に該当しないため、消費者は契約を取り消すことができないという事態が生じていると、個別具体的かつ詳細な要件を定める現行法の限界、課題を指摘し、だからこそ受け皿となる規定整備を求めていました。それにもかかわらず、案は、 さらに個別具体的な詳細を要件を定める問い消し権を追加していますこれではやっていることがまあ、検討会報告書の問題意識や要請と間、ま、がくではありませんか 将来衆議院の特別委員会でも、この野山参考人からは、個別の問題を限定したものを増やしていくことによって、課題を増幅させる結果になっているとの指摘もありました。消費者庁として自ら提出した法律案により、検討会報告書が指摘した課題を増幅させているという認識はあるんでしょうか、若宮大臣に伺います若宮大臣。 検討会の報告書ではです、ね、この困惑累計の脱法防止規定につきまして、この対象となる行為をある程度具体化して規定をしていくという方向性が示されたところでもございます。これを踏まえまして、あの今回の法律案では、事業者の勧誘行為の要件を明確にした形で、勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行した場合、 および契約の前に、目的物の現状を変更してしまい、現状の回復を著しく困難にした場合の取消権を追加拡充をしたところでもございまし、まあ、従いましては今回の法律案、この検討会報告書で示された課題がに対応しているものというふうに考えているところでございます川田裕平さん。今、答弁いただきました、この法律案に新たに追加する、この退去困難な場所へ同行し勧誘、このところ、それから、威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害。 そしてこの契約前に目的物の現状変更の3つの取消し権について、この本法律案で規定された要件に当てはまるような被害事例、消費者相談が増加しているなど、具体的なこれ、立法事実があるのでしょうか。 被害実態があるからこそ、それに対処する必要があることから、それらの取消し権を設けたのか、それとも被害実態はないものの、そういう被害も起こりうるから、取消し権を設けたのか、いずれでしょうか。消費者庁は衆議院の特別委員会で、各取消し権に該当する相談実態について問われても、消費生活相談の相談事例も参考にしつつ規定した。 胸答弁されて具体的な実態には触れられませんでした改めて想定されるケースではなく各取消し権の要件に当てはまる事例を紹介いただき立法事実があることを説明いただきたいと思います消費者庁長長谷川審議官お答え申し上げます、えー、まず勧誘することを告げずに任意に退去することが困難な場所へ同行して勧誘した場合の取消し権についてでございますが、えー、勧誘することを言わずに 帰宅するための交通手段がない人達と離れた場所に消費者を同行して勧誘した事例が存在するところでございます。次に、威迫する言動を交え相談の連絡を妨害した場合の取消し権についてでございますが消費者が契約,契約締結について相談するため母親に電話をしようとしたところ事業者が当該消費者に対して成人なんだから親に相談せずに自分で契約するか えどうかか決めなささいいとと、えー、強く申し,、えー、申し向けて電話をさせたかったっ事例が存在するところでございますまた、えー、契約前に目的物の現状を変更し、現状回復を著しく困難にした場合の、えー、取消権についてでございますが、えー、訪問購入において、消費者から指輪やネットクレスなどの貴金属を見せられた際に、事業者が切断しないと十分な査定ができないといって、 すべての貴金属を切断した事例が存在するところでございます川田隆平さん確かにこの本法律案で規定された要件を完全に満たすケースが実際に起きた場合には、本規定があることで救われることになりますので、まあ、ないよりはあった方が良いとも言えますが。 要件を限定しすぎた取消し権を設けても、使われることのない無用の規定になりかねません。特に新たに追加するこの退去困難な場所へ同行し勧誘と、違反する言動を交え、相談の連絡を妨害については、そこまで要件を限定する必要があるのかと思う部分があります。具体的には、この第3号の場合、消費者に当該消費者契約の締結について勧誘することを告げずにの要件があるため、事業,が事業者が勧誘することを仮に、 分かりにくい言い方であったとしても、消費者に告げていた場合、要件を満たさないことになるのではないでしょうか。また、消費者をその場所に同行しの要件があるために、当該事業者が同行せずに、例えばあらかじめ集合場所として指定されるなど、消費者が指示、または誘導される形で、自らその場所に行ったような場合、要件を満たさないことになるのではないでしょうか。このように個別具体的すぎる要件は 事業者にわざわざ抜け道を用意しているようなものですで、このいずれかの条件がなくても任意に退去することが困難な場所で契約を勧誘されることだけで必要十分ではないでしょうかこれらの2つの要件が必要な理由要件を外す必要性について見解を伺います長谷川審議官お答え申し上げます第4条第3項第3項の要件の具体化についてのお尋ねでございますが 取消権は強い効果と事業者の広域規範としての機能を持つことから消費者にとっての使いやすさ事業者の予見可能性要件の明確性というすべての要素を満たす必要がございますそのためある程度具体的に要件を定めておりますが過度な具体化はしていないと考えておりますまた退去困難な場所へ同行し勧誘しただけで取消権の要件として十分ではないかとのお尋ねでございますが例えば 消費者に山奥の別荘地を紹介したいと告げて、消費者をその別荘に同行し、別荘地の購入を促した場合等は、不当な勧誘とは言えないものと考えられます。従いまして、当該消費者契約の締結について勧誘を、勧誘をすることを告げずにという要件は必要と考えております。川田隆平さん また次にこの第4号の相談妨害の場合、威迫する言動を交えて連絡を妨げることが要件となっています。しかし、この威迫する言動まではなかったとしても、連絡したい意思を示したにもかかわらず連絡、連絡を妨げられるようなこと自体、勧誘のあり方として不適切と言えないでしょうか。 特に若宮大臣は衆議院の特別委員会で本規定については、主としてこの若者に適用されるケースも多いと考えている旨、答弁されています。そうであれば、なおさらですね、まさに社会生活上の経験が乏しいことにつけ込んで、威迫する言動を交えずとも、連絡した意思を示したのに、相談を妨害するような行為は許され難いものです。この威迫する言動の要件が必要な理由、 ただ要件を外す必要について必要性について見解を伺います。長谷川審議官。お答え申し上げます。今回の法律案の第四条第三項第四号の。連絡することを妨げることの要件には、連絡の主張となる行為が広く含まれると考えます。そのため例えば事業者が消費者に対し、契約の目的物が残りわずか。 となっているために相談に時間をかけるより早く決めた方が良いのではないかというようなアドバイスをした場合も連絡連絡することを妨げることという要件を満たす可能性がございますしかしこのような行為が取り消しの対象となるのは不合理と考えるところであり取り消すことができる不当な勧誘行為を適切な範囲に限定するという観点から威迫する言動を交えてという要件は必要であると考えられます 川田隆平さん次に消費者の判断力に着目した取消権についても、検討会報告書で考えられる対応として示された内容は盛り込まれず、その代わりに事業者の努力義務として、消費者を勧誘する際に,に際して、消費者の心身の状態等を総合的に考慮して情報を規定するあ提供する規定の追加にとどまりました。消費者庁は衆議院の特別委員会においても、この努力義務規定の追加により、 事業者が消費者の判断力の著しい低下を知ることができたのに、十分な説明もしなかったため、消費者が誤認して契約を締結した場合には、事業者の努力義務違反も考慮した上えで、契約の取り消しや無効が認められることがありうると答弁しています。しかし、この努力義務規定は、あくまでも知ることができたものを考慮するよう求めるのみですし、事業者は調査をする必要もないとされています。知ることができなかったと言われるオうちではないでしょうか。 この努力義務を追加したことで、判断力の低下につけ込む悪質な,悪質な事業者から、高齢者等を守ることができるとは、到底思えないのですが、この努力義務規定を追加した意義、消費者被害防止の実効性について、見解を伺います。若宮大臣消費者の判断力の低下に着目した規定につきましては、この事業者の行為によって、消費者の判断力が低下しているわけではなくて、 従来の取消権を超える側面があること、また、のこの意見募集などにおきまして、慎重な検討を求める意見があったことなどから取、取消権としては規定をせずに、勧誘の際におけますこの事業者の努力義務として、消費者の年齢および心身の状態をも考慮して、情報提供をすることとしたところでございます。 この消費者契約法、これはあの消費者と契約を締結する事業者に広く適用されるところでございます。このような努力義務を設けることで、多くの善良な事業者、まあ、これは普通の事業者でございますけれども、判断力が低下している消費者等に対しまして、契約内容を丁寧に説明するなどの対応を取ることが期待できるものというふうに考えてございます。 またこの努力義務の違反、これはの直ちに損害賠償請求等のこの司法的な効力を生じさせるものではございませんが、事業者が消費者の判断力の著しい低下を知ることができたのに、十分な説明をしないで、消費者が誤認して契約を締結した場合、努力義務違反も考慮した上で、契約の取り消し、あるいは ころでもございますこの努力義務の規定というのは、消費者被害の防止に資するものというふうに考えております川田龍平さん。この消費者の判断力に着目した取消し権を法律案、本法律案に盛り込むことができなかった理由として、若宮大臣は、事業者の行為によって消費者の判断力が低下しているわけではなく、 従来の取消権を超える側面があること、意見募集などにおいて、慎重な検討を求める意見があったことの2点を答弁されています。このうち2点目は、消費者視点に立つべき消費者等の姿勢としていかがかと思いますが、ここでは改めて問いません。1点目の従来の取消権を超えるという点については、衆議院の特,例特別委員会では、 第4条第4項の過量契約取消権として、すでに現行法にも規定されるのではないかとの指摘に対し、宮地内閣府大臣政務官から、過量契約取消権については、事業者が過量であることを認識しながら勧誘したという事業者の行為要件がある旨、答弁しています。そうであれば、判断力の着目した取消権の場合も、判断力が低下していることを認識していながら勧誘したという事業者の行為要件を設けさえすれば、 過料契約取消資金と変わらないことになり、従来の取消権を超えるとは言えないのではないでしょうか、これ、若宮大臣の見解を伺います若宮大臣。この消費者契約法の取消権におきましては、この事業者の行為が主たる要件となってございます。委員御指摘のこの過料契約取消権におきましても、この事業者が過料であることを認識しながら勧誘をしたという、この事業者の行為が主たる要件というふうになっているのではないかというふうに思っております。 この今回の法案、これはの検討外報告書におけます、判断力の著しく低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合におけます、取消権を設けるという方向性を踏まえ、検討したものでございます。この検討の結果、判断力の低下は、事業者の声によるものではないことに加えまして、この生活に著しい支障を及ぼす内容の契約となるかというのは、 この消費者の生活状況、これが一様ではないというこ観点から、取消権として規定することは難しいのではないかなと、こういった結論に至ったところでございます川田隆平さん次に契約の解除に伴う損害賠償、または違約金を定める条項、いわゆる違約金条項について伺います。消費者契約法のの平成30年改正時の二重決議では 平均的な損害の額を超える部分を無効とする第9条第1号について、消費者による平均的な損害の額の立証が困難となっているとされ、消費者の立証責任の負担軽減に向け、早急に検討を行い、必要な措置を講じることを求めていました。これを受けて、本法律案では、消費者に対して、解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務、 的確消費者団体に対して、解約料の算定根拠を説明する努力義務が規定されましたが、これらはあくまでも努力義務にとどまります。で一方で、検討会報告書においては、いわゆる積極否認の督促の規定を設けることが考えられるとされていましたが、本法律案には盛り込まれませんでした。本法律案で、平均的な損害の額についての消費者の立証が困難となっている状況が、これ、抜本的に改善されるんでしょうか、見解を伺います。 長谷川審議官お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、今回の法改正法案では、消費者に対して、解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務を導入しております。解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれます費用項目や算定式などを意味しております。解約料の算定根拠の概要が説明されれば、消費者は解約料が設定されている理由等を知ることができ、 解約料の支払いについて納得できる事例が増えて、トラブルに発展しにくくなる上これを手がかりにして、解約料の無効主張を立証しやすくなるため、立証責任の負担も軽減されることとなると考えられます。その上で、消費者に対するせ、えー、説明の努力義務や、的確団体等に対する算定根拠の説明の努力義務を導入した後の運用実態を注視し、 平均的な損害の規定のあり方や立証責任の負担についてさらなる課題が明らかになれば将来改めて必要な対応を検討してもらいたいと考えております川田隆平さん次に無効とする消費者契約の条項について伺います本法律案により検討会報告書を踏まえ賠償請求を困難にする不明確な一部面積条項を無効とする規定が追加されましたが 一方で、検討会報告書において、考えられる対応として示された所有権等を放棄するものと見なす条項、および消費者の解除権の行使を制限する条項を、消費者契約法第10条の第1要件に例示することについては盛り込まれていません、その理由について、見解を伺います高田次長。お答えいたします。 検討会報告書では消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする規定、無効と規定する第10条に既に例示されている条項のほか、委員ご指摘の所有権を放棄するものとみなす条項や、解除権の行使を制限する条項の例示を追加することが提言されております。ある条項を第 10, 10条の例示として追加するためには、不当条項の例示である以上、 一定の不公性が推認できる条項であることが法制的に求められますしかしコインロッカーの利用規約でも見られるように利用期限後に所有権を放棄するものとみなすことに相応の合理性がある場合も考えられ所有権を放棄させる条項に一律に一定の不公性が推認できるとは言い難いと考えておりますまた検討会報告書では消費者が解除権を容易に行使できないのは 事業者側の体制や運用の問題であって、契約条項の問題ではないとの指摘もされており、介助権の行使方法の制限が契約条項によりなされている例は少ないと考えられます。以上を踏まえまして、今回の法律案では、ご指摘の条項を第10条において例示しないことといたしました。 川田隆平さん今回の消費契約法の改正案においては、事業者の努力義務規定が複数追加されています。でこうした努力義務規定を実効性を高めるためには、広く消費者および事業者に対して、各規定の趣旨や内容の周知を徹底する必要があると考えますが、本法律案成立後、どのように周知していくのかについて、若宮大臣の見解を伺います。若宮大臣 今回の法律案で設けます、この努力義務の規定、これはのいずれも消費者被害を防止する上で、大変重要な改正事項だというふうに認識いたしております。事業者にはこれらの努力義務をしっかりとご理解をいただき、そして遵守していただく必要があるものというふうに認識しております。従いまして、この今回の法律案成立した際には、事業者の努力義務の規定につきまして、その他の改正事項と合わせまして、事業者に対する周知徹底をしっかりと、 行ってまいりたいと考えております川田理平さんえこの新たに追加される事業者の努力義務のうちま解除権の行使に関して必要な情報を提供する努力義務はあくまで消費者の求めに応じて情報提供を行うものとされていますで、本法律案に関する報道の中に本規定により あらかじめ解除権の行使に関する情報を分かりやすく表示することなどが想定されると紹介されるものがありましたが条文上そこまで求める規定にはなっていないように思われます検討会報告書では単に消費者の解除権の行使のために必要な情報の提供にとどまらず解除権を円滑に行えるよう様々な手法による配慮を含めて努力義務の内容とすることが考えられると記載されていましたが そのような規定にしなかった理由は何でしょうか。また、有料な事業者であれば、本規定を踏まえ、自主的に解除権の行使の情報を分かりやすく表示するなどの対応がなされることが期待できますが、一方で、解除権の行使を意図的に妨げているような悪質な事業者の場合、本規定が設けられても、努力義務の遵守は期待しがたいのではないでしょうか。今後も解除権の行使をめぐる状況が改善されない場合、 法的義務や違反に対する制裁を設けるなど、より強力な措置を設けることも検討していくべきと考えますが、見解を伺います高田次長。お答えいたします。解除権に行使に関して、委員ご指摘の消費者による解除権の行使が円滑に行われるための配慮を努力義務に含めることについて、検討会報告書に対する意見募集では、すでに事業者は消費者の解除権の行使について一定の配慮をしており、 具体的にどのような配慮が必要か明確にしていただきたい、情報提供に加え、配慮まで求められると過度の負担であるとのご意見がございました。また、配慮義務の内容は広範なものとなりうるため、規模の小さな事業者にとっては過度の負担となる恐れがあると考えられる一方で、規模の小さな事業者でも果たすことができる介助権の行使に関して、必要な情報提供をする努力義務が適切に尽くされれば、 消費者の介助権の行使の制約が生じる事態は、その多くが避けられると考えられます。以上を踏まえ、今回の法律案では、配慮する義務また場では、努力義務の対象には盛り込まないことといたしました。改正法案を成立いただいた赤月には、ご指摘のような点も踏まえ、施行後の運用状況を注視してまいります川田隆平さん。次に、この消費者裁判特と手続き特例法の改正について伺います。 消費者団体訴訟制度については、平成28年10月の法制高後、5年を経ても裁判に至ったのは4件のみで、裁判外で解決できた事例も一定数あると伺っていますが、やはり十分に活用されているとは言い難い状況と考えます。法制提示の不足検討規定では、施行後,施行後3年を経過した場合の検討を求めていましたが、消費者裁判手続特例法等に関する検討会が設置されたのは、令和3年3月で、施行後4年を経過してから検討が始められました。 3年が経過した時点では判決が確定しているものがないため見送られたとされていますが、消費者団体訴訟制度が十分に活用されているとは言い難い状況からすれば、消費者庁として速やかにその要因を検証し、対処すべきだったとも考えられます。 でまた今回提出された法律案では、不足第6条において施行後5年を経過した場合における検討を求めていますが、報告書で提言されながら、改正は見送られた広告に要する費用の一定額を事業者が負担することや、将来的な検討課題とされた事項などについて、5年を待つことなく、速やかに検討を開始していただきたいと考えますが、岡宮大臣の見解を伺います。 場合に事業者が消費者への通知を実施することとし、そして事業者が通知の役割を果たしえない場合、こういった場合には、特定的確団体の広告費用の一定額を当該事業者に負担させることが考えられるとの方向性が示されたところでございます。今回の法律案では、このうち事業者の通知義務を改正事項に盛り込んだところでございます。 広告費用の負担に関しましては、衆議院の消費者問題に関する特別委員会の付帯決議におきまして、改正法の運用を踏まえ、必要な検討を行うべきとのご指摘をいただいているところでもございます。この本改正法案、この,ものを成立をさせていただいたときには、ご指摘を踏まえまして、事業者の通知の履行状況、あるいは和解におけます特定的確団体と事業者の協議の状況等を注視しながら、 必要な検討を行ってまた、検討会の報告書では、将来的な課題といたしまして、こうした将来的な課題とされた事故につきまして、この今後の本制度の運用状況等を踏まえて、さらにはこの消費者被害の回復にかかる諸制度との関係も含めまして、さらなる検討が進められることを期待するとされており、この衆議院の付帯決議におきましても、 改正法の運用を踏まえた必要な検討を行うべきとのご指摘をいただいているところでもございます。しいまして、これらにつきましても、改正後の運用をしっかりと踏まえながら、必要な検討を行ってまいりたいと、このように考えております川田隆平さん次に本法律案により、これまで共通義務確認措置の対象外とされていた、医者料が対象に追加されたことは評価をできます。 しかし、財産的請求と合わせて請求されるものであって、財産的請求と共通する事実上の原因に基づくもの、または事業者の故意によって生じたもののいずれかの該当する場合のみが対象とされたので、個人情報漏えい事案については、故意に、いわゆる名簿屋に個人情報を売却したような悪質なケースぐらいしか救済対象になりません。 この点、検討会報告書において、故意に限ることで事業者は故意でない限り、民事上の責任を問われることはないといった誤ったメッセージを与えることの懸念や、故意の立証の困難の懸念から、少なくとも重大な過失による個人情報漏えい事案に係る慰謝料も対象とすべきであるとの意見もあったことが記載されていますが、重過失の場合を含めず、故意のみに限定した理由を伺います。また、報報告書では、今後のの個人情報保護補正の 動向や個人情報漏洩事案における事業者側の自主的な取り組み対応の状況を踏まえて対象範囲を検討する必要があるとの意見もあったとされますが対象範囲を拡大する必要について見解を伺います高田次長お答えいたします検討会の報告書では医者料を本制度の対象とするにあたり事業者に追加的な応訴負担が必ずしも生じないことや 要素負担に配慮する必要が低いことを根拠に、現行の特例法上を対象となる財産的被害と併せて請求される場合と、事業者の故意により生じた場合を対象とする考え方が示されております。今回の法律案はこれを踏まえ、慰謝料が本制度の対象となる要件として、慰謝料の額の算定の基礎となる主要な事実関係が消費者に共通する場合であって、 現行法上対象となる損害に係る請求、いわゆる財産的請求と併せて請求されるものか、事業者の行為によって生じたものであるかのいずれかに該当することを要することとしております。さらなる制度の対象の拡大については、今回の法律案が成立した暁には、その後の制度の運用状況等も踏まえながら検討してまいります。川田隆平さん。残余の質問はまた次回に行います。よろしくお願いしますありがとうございました。 この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、宮崎正夫さんが委員を辞任され、その補欠として本田明子さんが選任されました。